はいどうも、スターウォーズコラボガチャがね来たということで引いていきたいと思うんですけど、今回もねちょっと前回同様全く作品を知らないということで、まあね星7以上の確率が 20% 以上あるっぽいんで、まあ5回か4回に1回は出るぐらいの確率なのかなって感じですね。でこれを見るとなんかね人型っぽいやつ、人型というか人が出てくれれば星7なのかなっていう感じですよね。うん、というわけで、まあ、引いていこうかなと思います。運よく星8が出てくれたらラッキーかなって感じかな。で、ダイヤ。これは今回は全部ダイヤなのかな？ルーク・スカイウォーカー。多分主人公ですね。多分主人公。いや、ダイヤって、多分全部ダイヤ。あ、全部ダイヤですね。さあ、R2D2。今1回目で星7が出たんで、まあ、今回ももしかしたらね、運がいいかもしれないですね。これは外れ。人だけど、見た感じ外れな。で、一応ね、今回26連っぽいんだけど、まあ、月曜日にね、なんだっけ、式神使いとあやかしだっけ。あれの星7確定また変えるっぽいんで、そのタイミングでね、また思いっきり課金しようかなと思ってます。というのもね、アマゾンコインがもう残りなくてですね、まだちょっと大きな課金をしなきゃいけないんで、まあ、タイミング的にはね、次の確定変えるときでいいかなっていう感じですね。さあ、人だけど多分外れ。まあ、星なのでこんだけね、星6が続いちゃうと厳しいですよね、やっぱ。そろそろ星7が出てくれないと、確率的には舐めんなよって感じですよね。さあさあさあ。一応星7確定を買ってあるのと、メールで多分2件ぐらい無料で引けるのがあるんで、まあそこでね、確率が収束してくれれば、まあまあまあって感じではありますけど、今んとこひどいっすね。いっちゃん最初のルーク・スカイウォーカーだっけ？あいつ以外全部星6ですからね。これも星6でしょう。棒立ちだし。うん。敵か味方かもわからんってね。さあ、石100個切りました。ひどくねこれ。マジで。6連金ぐらい。金というか星 6？ こいつもめっちゃ出るやん。もう、4体。いや、武器化しないやつほんといらないから。武器化するなら被ってくれてもいいけどさ。武器化しな、はい、艦隊です。ありがとうございます。武器化しねえのにお前5体もどうすんだよ。ひどすぎねえかこれ。いや大の大冒険もねめちゃめちゃひどくて、確率収束するかなと思ったんですけど、ひどすぎましたね今回も。さあ、てかさ、俺8回って書いてあるけど、8回以上引いてる気がするんですけど。だって、7個でしょ？ 1 回7個でしょ？ 63?6、だって俺160個ぐらい石あったと思うんだけど。やばくね？これ。あ、7か。7。70個。70個。いや、もうちょい引いてると思うんだけどな。ひどいな。ゴミガチャすぎるんだけど。ゴミガチャがすぎるわ。あ、これは星7だわ。人だから。さあ、これでね、収束してほしいな。ちょ、3連続ぐらい来てくんないと、ちょっと割に合わないな。マジ割に合わねえって。やばい、石がなくなる。周回用の石もね、ちょっと取っときたいんですけど。やば。終わってんな。終わってんな、このガチャ。かぶった。うわ、3はきついって。さあこいつも5体ぐらい。いやー厳しいっすね。これが星な、まあ、使い道がさ、もうなんで進化分岐してくんないんだろうな。もう弱くてもいいから武器化してくれりゃさ、何かしら使い道があるかもしれないのに。
うわ、終わった。2体目？はい、終わりました。クソガチャでしたね。さあ。ここで開催の、まあ、ここで出てくれたらまあ確率はね、収束するんでいいんですけど、まあ、メールで出ることなんてまあないですからね。はい。で、これですね。これが、120円のやつですね。来い来い、来い。まあ、こんなもんでしょう。で、確定のようだと、星7は確定引いて、おしまいって感じですね。引きたくねえ、このガチャ。面白くもなんでもねえわ。よいしょ。イラスト的にもね、作品も知らないっていうのがかなりでかいですね。これも、仲間っぽい。アナキン・スカイウォーカー。いや、星8じゃん、これ。ダース・ベイダーでした。星7以上と星8来た。ただ、こいつ交換できんだよな。できれば交換できないね。星7のキャラが欲しかったですけど。というわけで、こんなもんかな。10、20。30連ですか ?30連で星7、3体ですね。確率的にはおかしいかなって感じですよね。かつ星7以上確定と、ヨーダ確定引いてるんで、10、20、25、まあ、うん。確率的には相当負けてますねって感じですかね。うん、まあ、育成するのもだるいですけど、とりあえず5体までは所持しておこうかなっていう感じですね。ボックスがね、最近拡張されたんで、まあまあまあって感じですかね。というわけで今回のね、1回目は、まあ、こんなもんで終わろうかなと、思います。いや、今回もね、多分100連ぐらい引く羽目になるんじゃないかなと、個人的に思っております。とりあえずね、コンプ目指してますけど、どうなることやらって感じですね。ここまで引きが悪いとなんかもう、ね、再現、モチベがねって感じですよね。ガチャのモチベがね、うわ、またガチャ来たよって思うっていうね、モチベになっちゃってるんで、際どい感じではあるんですけど。とりあえずパート2、パート3ぐらいまで撮る予定なので、よければチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。というわけでこの動画は終わろうと思います。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。バイなら。